本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よースタート。どうも皆さんこんにちは、カントクラブの監督です。普段のハットかぶっていないのには訳があります。ヘッドホン紹介させていただきたいと思います。で今回はですね、商品提供させていただきました。はい、3プラスレトロ Bluetooth ヘッドホン、こちらの商品を紹介させていただきたいと思います。はい、いきますと、このようなこちらが本体でございます。 USB Type-C の続いてこちら替えのイヤーパッドが2つ付いております。最初から付いてますので合計3つ。そして取扱説明書、最後のページ日本語で書かれているページがございます。はい、では改めまして、今回紹介しますのは 3A プラスレトロ Bluetooth ヘッドホンです。こちらが本体なんですが、ここくっついてるんですが、このようなデザインかっこいいね。何ができるかというと、 Bluetooth で音楽を再生することができます。スマートフォンを使って音を聞くというわけで通話もできます。今回ですね、4つのポイントに絞って深掘りしていきたいと思います。1つ目、隠すのではなく見せるイヤホン。まあ、今2023年、最新のイヤホンだったりヘッドホンなんかがいろいろ出てるんですけども、今時このいかつさ、おいおい大丈夫なのかというわけなんですけども、この見た目の存在感、レトロという言葉がぴったり、はたまたメカニック、メカメカしい、なんていうか一周回って未来感、これかけてたら SF 映画に出てくるようなたまりません。こちらめちゃくちゃちっちゃいですけども、もちろんこれ伸ばすことができます。でかい頭のやつでもつけることができます。こんな感じです。つけ方なんですけども、こういうこうなってるのが前方になります。でこのままセットをして、でかいんですけどもめちゃくちゃこれ軽いです。こういったもうレトロな印象なので、カジュアルコーデと相性が抜群です。ファッションアイテムの存在感が強いので、服の組み合わせとして相性が抜群、シンプルな服に合わせてもかっこいい、個性的な雰囲気が出しやすいというポイントが高いと思います。はい、でこちらのこの伸縮アームなんですけども、こうすることによって小型化をこうしてしまう時なんですけども、こういう風にしてこの後ろにですね留め具がついてますので、これをはいカチャンとはいつけることによって、このような形でコンパクトになります。やっぱりこういうねいかついメカニックなデザイン、見た目だけで実際につけてみると耳が痛くてたまらないとかないんだろうかというわけで、ちょっと実際に、ね、つけてみた感想としましてはですね、顔をシャウトしても全然落ちません。というわけで安定感が抜群でございます。見た目では分かりませんけど、がっちりと耳をサポートしてくれます。運動ジョギングしても絶対に落ちない、はい、感触ですね。どうせだったらこのめちゃくちゃ色が濃い、なかなかビビッドなカラーです。はい、このような形になりました。どうでしょうか、これをつけます。遠くから見てもヘッドホンつけてます、いかがでしょうか。はい、というわけでですね、まず1つ目なんですけども、今回こういったつて見せるイヤホンというわけで紹介させていただきました。続きまして2つ目、超軽量で持ち運び楽々、本当に軽いです。重さがなんと 65g、 皆さんが知ってます卵よりも軽いです。超軽量なので持ち運び楽々と、移動する際はですね、この金具部分ですね、これをパチン、はい、コンパクトになります。めっちゃ軽いです、超軽いです。というわけでこちら折りたたみ式なんですよね。でちょっとパーツ見てみますと、イヤーパッドの他に見て、ここスポンジタイプの、ここで運動してもずれないようになってますね。でこちらにここなんですけども、締め付けスイッチと言いまして、緩み加減を調整することができます。タイトとルーズという2つありまして、タイトにするとヘッド部分の角度が大きくなり耳への圧力が緩くなります。ルーズにすると小さくなり耳への圧力がきつくなります。これがタイトね、ワットっていう感じです。でルーズにするとこうすると、あ、なるほどなるほど、そこまで大きな違いないのですが、ちょっと気持ちですね少し変わってきます。それでは続きまして3つ目、40ミリドライバー搭載、音質はどうなのというわけでですね、見た目がねこういうねレトロだとかメカメカしいというのはいいんですけども、果たして音質どうなのか、まあやっぱヘッドホンなんでそこって結構重要だと思いますよね。ていうか重要です。でまずですね、この開放型というわけでですね、音をねちゃんと密封するっていうわけではなく、ザ開放でポンってこれ乗せるだけの、こういった部分のヘッドホンにはメリットデメリットがありますので簡単に紹介します。まずデメリットなんですけども、開放型というわけで音を上げますと音漏れがします。こちら
らを地下鉄に乗るときにつけるのはちょっと周りの迷惑になるかと思いますので、ただこういった開放型のメリットとしましては、ユニット背面がこういった開放されているため、スピーカーのような自然な広がり、音質の高さを実感することができます。でさらにですね、こういった見た目なんですけども、58オームハイインピーダンス、何ハイインピーダンスって何、調べてみたところ、交流回路における電流の流れにくさ、こちらを数値化したもの、それが高いと音の表現が多彩になります。というわけでハイインピーダンスです。通常ですね、こういったものは10から32オームが多いです。しかし58オームです。というわけで音がめっちゃいい、確かめたいと思います。このハイインピーダンスによって電気抵抗が高くなることによって、ザラザラとした微細なノイズをカット、音本来の綺麗な音質で音を楽しむことができます。早速こちら聞いていきたいと思うんですけども、こうやってコードがありますけども、有線接続ではありません。完全な Bluetooth でございます。ちなみにこの USB どこにあるのかと言いますと、ボリュームコントロールのこちらについております。Bluetooth のペアリングがですね、電源ボタンを2回押すことによってペアリングができるというわけで、来ました Watt Plus レトロ監督ラボの YouTube 見ていきたいと思います。再生。ちょっと今すぐその椅子ゲーミングチェアにしない？自宅でゲームプレイはもちろん、オフィスチェアの代わり、テレワークのデスクチェアとしても最適。重低音が結構効いてます。遅延はなかったですね。音楽聴いていきたいと思います。ちょっとこれは流せないんですけども、はい、というわけで、いいじゃん、めっちゃええやん、いいじゃんいいじゃん、結構重低音聞いておりますよ。なんだろう、強烈にうわすげえっていうわけではないんですけども、意外と重低音がしっかりしてて、こういうちゃんとしたね、イヤホンでは再現できないようなものをヘッドホンではですね再現しておりました。ドアをまたぎます。はい、というわけでですね、部屋の中を回ったりとか、ドアを挟んだところに行ったりしましたが、スマートフォンとの接続は一切切れず、プツプツも起きずというわけでです。Bluetooth の性能としては、グッとなってきてございます。ありがとうございます。ボリュームコントロールと音楽の再生と停止ができるものがここについています。ちょっと今ね、これが短いんだけど、これ伸ばせる？伸ばせないよね。ちょっと今デメリットが一つ発見しました。これもうちょい伸ばして。これ見れないし、見えないね。この辺に目ついたら見えるけど、このボリュームコントロールに関しては遅延がありました。まあでもこの辺に関してはそんなにね、大きな致命的なものではないので、いいと思います。はい、そして4つ目。まあもう大体出ちゃったんですけども、意外とね、こういういかついレトロな感じだけども、実は有線ケーブルではなく、今の最新の無線ですね。Bluetooth 接続で使えるというところですね。こちらがもうおすすめポイントになっております。Bluetooth 専用ですので、有線接続は一切できません。例えば CD プレイヤーからとか、何かパソコンから接続ケーブルでやりたいっていうのはできません。Bluetooth 対応の機器、基本はスマートフォンですね。あとは音楽機器、再生機器ですとかを使って接続することになっております。というわけでですね、ケーブルレスというわけで、ケーブルの取り回しを気にすることなく、 Bluetooth によるワイヤレス接続で快適に音楽を聴くことができます。はい、というわけでですね、今回紹介させていただきましたのは3プラスのレトロな Bluetooth ヘッドホン、こちらを紹介させていただきました。こちらに関しても見た目が好きだっていう方はですね、もう即すぐ買っていいかと思います。音量に関してもですね、重低音が好きな方で、価格に関してはですね、だいたい Amazon で6000円前後で販売しております。カラーデザインもですね、こういった種類が出ております。はい、この監督ラボではですね、自分が好きな商品ですとか、こういった商品提供ですね、いただいたものを中心にレビューをしております。まあ、自分のね、好きなものだったりとか、お、心が揺れる商品なんかを紹介してますので、興味がある方はですね、ぜひそれぞれジャンル分けをしてますので見ていただければ幸いです。またチャンネル登録、いいねとよろしくお願いいたします。では監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。普段のハットをかぶっていないの、商品説明にもあるようにファッションアイテムとしての強さ、イヤホンなんですけど、音本来の Bluetooth としての危険。